ヨガさんから新作ソフトのプレゼントをもらったよ。アンマンが収納ケースに。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんがね、新しく遊ぶ、アスレチックをね見つけたんですよ。家中がアスレチックですからね、アンマンちゃんにとっては。ここはね、ちょっとね、私の腰ぐらいの高さにある収納ケースなんですけど、ここ開けてたらね、抱っこして入れてくれって言うからね入れたらね、すごい気に入っちゃってさ、布団カバーとかね、布団シーツとかがあるんですけど出てこなくなっちゃった危ないからね、ここ高さあるからさ、落ちたら大変じゃんね、抱っこで行こう。分かったって言ってるそれでは本編スタートです。そういえばさ、ここの缶のね、整理をね、この缶にね、ハンダ入れることにしたんですよ。で、まあ、これをね、整理してたら荷物が届いたんですよね。どうも、プニです。元気ですか、皆さん。3倍収納できるケースですね、これね。いや、いいっすよね。もう、工具入れるのに使わせていただきます。今日はですね、ローさんからね、欲しいものリストのね、リンクを辿っていただいてね、多分送っていただいたと思うんですけど、商品がね、届きました。ありがとうございます。いや、嬉しいな。欲しいものリストってね、何でも送れるんですよね。リンクさえたどれば。なのでね、ゲームをね、送っていただきました。これね、多分私欲しいものリストに入れてなかったと思うんですよね。これ、DLC 同梱版。入れてた？同梱版。世界樹の迷宮。ワン、ツー、スリーがね、入ってるみたいなんですよ、全部。こちらね、これですね。3D ダンジョン RPG ということで、リライトで最短っていうことなので、リメイクされた、ものらしいんですよね。こんな感じで、3D のマップをね、作っていけるみたいなので、これなら、私迷わないと思うんで、大丈夫だと思う。自分だけのマップを作れるらしいよ。これ面白そうだよね。で、このソフトはですね、まあ、今回、任天堂スイッチで、出てるわけなんですけれども、スチームでも出てますね。こちらね、DS で出てたソフトみたいなんですよね。実際ね、このゲームを私やったことないので、いや、今回ね、まあ嬉しいなと思って。私あまり 3D ダンジョンやってこなかったので、まあ、これを機にね、ちょっと楽しんでみようかなと思っております。なんかすごくグラフィックもいいし、なんか可愛いよね、キャラクターもね。なのでね、これはね、未プレイのゲームなので、非常に嬉しいなと思っております。いや、こんな感じでね、予約してね、発売日に届きました。いや、嬉しいな。ね。まあ、皆様のおかげで、このチャンネルが成り立っております。で、このソフトなんですけど、HD リマスター版って書いてありますね。まあ、開けちゃいますね。もう、なんか、開けないとさ、ゲームしないんですかって、感じになっちゃうから、もう開けちゃいますよ。見てみましょう。この中にね、ダウンロード番号が
裏に書いてあるやつがあるんですけど、それのイラストパックがね、うん、もらえるみたい。ワン、ツー、スリーと全部の。うん。なので、これはね、来年の5月31日まで、もらえるらしいので、皆さん忘れないようにね、もらってみてください。買った方はね。あと、ご意見募集っていうことで、なんか裏にあるコードを入れてね、アンケートを、募集してるみたいなので、まあ、これもね、まあ、初めて見たね、うん、アンケートがあるのって。で、あと、オンラインマニュアルは、ウェブ上にあるらしいので、ここを参照してくださいということでした。いやー、いいっすね。なのでね、まあこれはね、これで、プレイしていこうかなと思っております。非常に嬉しいな。ワン、ツー、スリー全部入ってるんだね。こちらのソフトね、早期購入特典付きっていう、まあ特典がさっきのね、あのダウンロードだと思うんですけど、ついているものなので、まあ8000円弱ぐらいするものだと思うんですけど、すごい高いソフトを送ってもらっちゃった。自分じゃ買えなかったんでね、これはちょっと嬉しいなと思ってます。気になってはいたんですよね。なのでね、これをね、いただいたので、またね、プレイしていきたいと思います。で、ちょっとオープニングだけ見てみようか。こんな感じでね、ワン、ツー、スリー、それぞれ出てくるんだね。ゲームの中で選ぶんじゃなくて、全部3つのゲームがインストールされました。カセット挿したら。で、オープニングが短いんですけど、ちょっとあるので、まあ、ゲーム始めたらまた長いオープニングがあるのかもしれないですけど、いや、音とかいいよね。世界樹の迷宮。HD リマスター版。ダウンロードっていうのがあるけど、これは何？追加コンテンツを購入することができますって書いてある。なんかもらえるのかな？もらえるっていうか買うのかな？何があるんだろう。見てみよう。あ、なんもないって。なんか今後配信するのかな？へー。なるほど。じゃあ今度、2を見てみましょう。いや、いいね、これ。さあ、どうかな？ん？起動する？あ、起動した。7つの海が全部を沈めたと言ってるね。あ、なんかちょっと絵本みたいなタッチだね。ハイラガードっていう、まあ、国を作るっていう、作ってるところっていうことなのかな。あ、なんかすごいね。3D のキャラクターが歩いてる。すいません、今日なんかちょっと言葉がね、おかしくてすいませんね。すごい。いや、いいですね、この雰囲気。まあ、もともと DS で出てたゲームみたいだから、まあ、グラフィックなんかもね、結構いいんでしょうし。3も見てみよう。よいしょ。3はどんな感じなんだろう。お、また音楽が変わってていいね。わ、すごい、今度は。
なんかジブリっぽい。すげえ。絵のタッチがそれぞれ違うんだな。なんかすごい。いや、いいですね。星の海で、なんて言うんだろう、正解の来訪者っていうのかな。というわけで、またね、すごいソフトいただいちゃったので時間見てね、プレイしていきたいと思います。いや、このね、いただいたソフトはね、なるべくプレイしていきたいなと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。またね。